デデンデンデデンデデンデンデデンデデンデンデデン。どうも皆さんこんにちは、ケイシチャンネルです。あ、ごめんなさい、ちょっと今日バレンシアガの T シャツ着ちゃってね、申し訳ないんですけど、この T シャツ着てたらね、息子から爆笑取れる。おい、マイクのせいでこのプレイステーションが見えてねえじゃねえかよ。この T シャツ着てウェーイって寄ってったら大爆笑取れる1歳5ヶ月の息子です。まあ、父親の不甲斐なさに失笑してる可能性もあるなと言われればそうかもしれませんけれどもね。プレイステーションの P の部分がちょうどね、まあ、B 地区なわけです。だから B 地区ステーションでもあるわけですよね。おい、動画の冒頭でそういう言葉を入れないでくださいね。ご家庭に気まずい空気感が流れるだろう。というわけで今日の動画の話題は2つ。グランドセフトオート6の発売時期が来年でほぼ確定しましたよねっていう話と、もう一つはソニーの第一四半期の決算発表が行われまして、その内容を見ていくと PS5 めっちゃ売れてるけど大丈夫ですかっていう話です。興味ある方ぜひお付き合いください。興味しか湧かないでしょ、こんな T シャツ着てる人が喋ることなんてね。気になって仕方ないよね。出発。ではまず最初の話なんですけども、グランドセフトオート6が来年発売、2024年発売でほぼ確定ではないかと言われております。また始まったって思うかもしれませんけど、いや、これでもほぼ確定だと思います。もう事実上発表したんじゃないかなっていう、そういうレベルの内容じゃないかと思っておりますけれども、グランドセフトオート6はロックスターゲームズが作ってますけれども、まあ、そこの親会社でありますテイクトゥーインタラクティブなんですが、先日ですね、決算発表がありまして、その中でこんなことをですね、CEO 兼会長の方がおっしゃってたと。2025年度に自社の事業が重要な転換点を迎えると確信しており、その転換点には新記録レベルが含まれていると考えているというふうに述べていると。この2025年度っていうのは俗に言う2025年3月期と言われるもので、テイクツーインタラクティブの来年の収益予想が80億ドルになると予想しているらしいんですよね。ちなみに今年度の予測が55億ドルであるということなので、25億ドルも増加するという予想を立ててるわけです。25億ドルですよ、3000億円ぐらいですからね。そりゃもうグランドセフトオート6しかないじゃんっていう話になってきますよね。まあ、テイクツインタラクティブはいくつもの事業を抱えておりますけれども、まあ、新記録的な内容が含まれて、なおかつここまで収益を上げれるってくっきり予想できるものって、やっぱりグラセフぐらいしかないんじゃないかなと。レッドデッドリデンプション3である可能性は低いと思いますよ、順番的にね。ということなので、海外で多くの人が来年とうとうグランドセフトオート6が出るのではないかというふうに、沸き立っております。もう先ばっちってこんなもん作っちゃってる人とかもいるから、ね、早い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 よ。同梱版はまあ海外では出るだろうね。でもグラセフはね、日本でも非常に高い人気ですから、来年もし発売されるのであれば、来年の一番のゲームの大きな話題になることはほぼ間違いないんじゃないかななんて思われております。まあ、そんなグランドセフトオート6なんですけれども、開発費にですね20億ドルかけているんじゃないかという噂が出てたりします。20億ドル3000億円弱ぐらい、2800億ぐらいか。まあ、これね、これ噂だからどこまで本当かわからないにせよ、もしでもそれに近い数字なのであれば、ほんと化け物みたいなゲームですよ。ついこの間、ホライゾンフォービドゥンウエストやラストオブアスパート2の開発費がなんか裁判資料の中から結構明るみになっちゃったみたいなのところがあって、それらのゲームでも2億ドルぐらいなんですよ、開発費。だからまあ280億円ぐらい。確かね、サイバーパンク2077も200億円台後半とか中盤ぐらいだったような気がするんですけれども、トリプル A タイトルって大体200億から300億円で作られてるような傾向がある中で、その10倍の予算をかけてる可能性があるんですよ。普通だったら採算取れないんですけれども、グラセフに関しては話が別で、ロックスターゲームズのゲームって、まあ、グラセフもレッドデッドリデンプションも長年かけて最終的に3000万本4000万本とかそういうレベルで売れていくんですよね。故にそこまでの開発をかけていると言われても、あながち嘘じゃねえなって思っちゃうんですよ。桁違いのゲームとはまさにこのこと。いや、あのね、多分おそらくなんですけど、話変わっちゃうんで申し訳ないですよ、ベセスダのスターフィールドとかも多分近い感じの開発費なんじゃないかなって思うんですよ。桁違いゲームだから、世界で千万本以上売れるゲーム、化け物ゲームです、化け物ゲームね。数年に1本しか発売されませんよ。そうやって考えたら、でも任天堂のザ何千万本も売れてるゲームって開発費いくらなんだろう。それすっげえ気になるんだよね。まあゼルダのティアーズオブザキングダムとかもそうですし、ポケモンとか
マリオとか、おそらくね、あの我々が思ってるよりはるかにね開発費かけてると思うよ。ゼルダの伝説ギアーズオブザキングダムなんてめちゃめちゃかかってるだろうなって思いますもんね、あれ実際遊んでみると。さあ話はどん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 脱線していっておりますけれども、もしも来年グランドセフトオート6を発売するのであれば、発表するのは今年の9月か10月頃なのではないかと予想を立てている方もいらっしゃいます。ちなみにその予想っていうのは過去のロックスターゲームズの発売時期と発表の時期を鑑みてっていうような内容でそういうことを言っております。まあ正直ですね、まあここまでくっきり来年度我が社は記録的な売り上げのものが出てくるよって言ってるんだから、社内でももう発売できることがほぼほぼ目処が立っちゃってるわけですよね。となると情報公開もそんなに遠くはないかもしれません。なんかね、噂では8月9月頃に、プレイステーションショーケース大きいのがあるんじゃないかと言われておりますけれども、というわけで話題は変わりまして、ソニーの決算のお話に移っていきましょう。せいや、ソニーの第一四半期、ソニーグループ全体としては2兆9637億円の売上高を上げて過去最高かな、これ、過去最高の売上という形になっているようです。しかしながら営業利益は前年よりも 31% ダウンの減益となっております。なぜそういうことが起きているかというと、金利分野での減益が影響しているんだそうです。まあソニーグループいろんな事業を抱えておりますから、全部話してるとちょっと日が暮れてしまいますので、ゲームの話を中心にしていきたいと思います。ゲーム&ネットワークサービス分野に関しては売上が7719億円の売上となっておりまして、これ前年に比べて 28% 増加の大幅増加となっております。しかしながら、これゲームネットワークサービス分野でも売上が上がったのに営業利益は下がるといったような状況が起きております。俗に言うその増収減益ですね。営業利益は492億円で前年よりも36億円マイナスしているとのことだそうです。ですね、順を追って説明していきますと、売上がぐんと伸びた理由に関してはサードパーティーのソフトウェアが増収したとのことです。まあ要はゲームメーカーが売れるゲームソフトをたくさん作ってくれたっていうことですね。4月から6月で一番目立ったところだとディアブロ4、ストリートファイター6、そしてファイナルファンタジー16といったところでしょうか。そしてさらにハードウェアの売り上げが増加しております。この第一四半期で PS5 は330万台出荷しており、累計出荷台数は4170万台となりました。ちなみにこの第一四半期の330万台っていうのは PS5 の記録としては過去一番の第一四半期です。過去去年とか一昨年は230万台とかそれぐらいの売り上げなので、100万台も売り上げが増加してるんですよね。しかしながら今年度2500万台の売り上げを目標としているようで、その目標に対しては期待値として若干届いていないということなんだそうです。まあ、とはいうものの、7月に開始しているプロモーションなので販売モメンタムっていうのは改善が見られているので、特に目標台数に修正は入れないようです。そう、めっちゃ売れてるんですよね。いやだからこそ気になるのが、なんで営業利益下がっちゃったのっていう話になってきますよね。どうしてだよ。営業利益が下がった理由としては、買収関連費用166億円の計上を含む費用が増加したことなんだそうです。買収関係の費用、バンジーの買収ですね。これでも毎回バンジーの買収がっていう話毎回してない、これなんかね。ということもあって、調整後の OIBDA に関しては営業利益は57億円の増加なんだそうです。まあ、いずれにせよね、バンジー買収したからにはそこからね、しっかり収益上げていくような、ゲームとかをね生み出したり、まあ、各スタジオにねライブサービス型のゲームを作っていく上での技術の架け橋となるような、そういう役割をね担っていく必要がありますので、まあ、今後、発売されていくゲームの出来次第によってバンジーの買収がうまくいってたのかそうではなかったのかっていうところが、まあ、出てくるかと思います。まあ、っていうような感じのデコボコがありました。結果今年の通期での売り上げは上方修正しております。2700億円ほど売上高を上方修正しております。これに関しては PS5 は目標の期待ほどではない状態だって言ってるっていうことなので、サードパーティーのゲームタイトルの売上が予定してたよりも高かったっていうことなんでしょうね。まあ、おそらくはディアブロなんじゃなかろうかっていう気はしますけど、他なんかあるっけかなんか。目標通り推移していけば今年度が終わるタイミングで
PS5 の販売台数は6000万台を超えることになりますので、まあ、このペースだと廉価版とかの PS5 を出さない限りは PS2 の売り上げに届くようなことはひょっとしたらなさそうかもしれませんけれども、それでも歴代トップクラスのプレイステーションになる可能性があるよなっていうような気はしますよね。まあでももう3年目なんだね、プレイステーション5ってね。なんかさ、2年ぐらいずっとさ、買いたくても買えないっていう時期が続いてたから、2年ぐらいもう空白の時期だよね、もうね。今まさに買えるようになって、今年が PS5 元年なんじゃないかって言われても、なんかね、そんな気がしちゃいますけれどもね。ぜひね、息の長いゲーム機になってほしいななんて思うかもしれませんけれども、Nintendo Switch とかとは違って、パフォーマンスとかを売りにしているゲーム機なので、グラボの性能がどんどん上がれば上がるほど、やっぱりちょっとチープになっていってしまうので、まあ、やっぱり PS5 の寿命っていうのはあとね、3年か4年ぐらいとかっていう感じになってくるのでしょうか、どうなんでしょうかね。まあ、その頃にはね、値段とかも下がってるかもわかりませんけれども。せいや！資料にですね、ちょっと気になることが書いてありまして、2023年通期見通しの営業利益マイナス要因として、一部の自社制作ゲームソフトウェアの発売日変更の影響っていうのを書かれてるんですよね。マイナスの影響なんで発売日が遅れてるっていう話になってくると思うんですよ。ちょっと待って、いくつかのゲームソフトが発売日遅れてるんだ今。それは何ですかっていう話ですよね。いや、まあ正直今ファーストパーティータイトルってそんなにたくさん発表してきてないじゃないですか。スパイダーマン2が発売された後、その後じゃあ次何が待ってんですかっていうのがなんかぼんやりしてるじゃないですか。まあウルヴァリン作ってたり、ラストオブアスのマルチプレイがあるとか言ってたりはするけれども、まだ発売時期とかも発表されてるわけでもないので、だからひっそりと、発売日が延期されていたというところで、いやこれ大丈夫ですかね、大丈夫なんですかね。いや今年にしたってそうなんですけど、やっぱりファーストパーティータイトルの発売本数がちょっと少ねえよなとは思いますよ。まあ今年前半はね、サードパーティータイトルのゲームタイトルがめちゃめちゃ豊富だったから、まあ結果として我々としてはまあそれはそれで良かったかなとは思うんですけれども、今年1年通してね、そのめぼしいファーストパーティータイトルがスパイダーマン2だけっていうのはちょっとなんか少し物足りなさ、大丈夫かな、大丈夫かな PS5 って思うところではあります。まあそんな中でひっそりと発売日が延期されているっていうところもちょっと気になるところではあります。で、海外ではこの延期されたゲームのソフトがステラブレイドなんじゃないかというふうに言われております。で、ステラブレイドはファーストパーティータイトルじゃなくねっていうところもあるかもしれませんけど、ソニー的にはブラッドボーンやデトロイトビカムヒューマンもファーストパーティータイトルとして勘定してますので、おそらくステラブレイドもファーストパーティータイトル扱いみたいな感じにしてるんじゃないかというふうに言ってますね。まあ、確かにステラブレイドは、あ、ステラブレイドこれね、綺麗なお尻プリプリのお姉ちゃんがド派手なアクションをするっていう、まあ、これ日本でもかなり期待してる方多いとは思うんですけれども、今年発売予定ですけど、まだ一切音沙汰がないという点もあって、まあ、多くの人がね、これ延期なんじゃないのってぼんやりと思ってたところだとは思うんですけれども、ひょっとしたらマジかもしれませんね。まあ、ラスアスのマルチも延期したっていう話ありましたから、延期してたのはこのラスアスのマルチである可能性も非常に高いですけれどもね。ステラブレードの続報来ないかな、楽しみにしてます。ではそれ以外の細かい情報を言ってきますと、 PS プラスの加入者は4740万人となっておりまして、月間のアクティブユーザーは1億800万人だそうです。プレイステーション5のゲームソフトは5650万本この期で売れておりまして、そのうちファーストパーティータイトルは660万本の売り上げ本数だったそうです。いや、ここが結構興味深くて、任天堂スイッチと本当に逆なんですよね。任天堂スイッチは8割ぐらいがファーストパーティータイトルの売り上げだったりするんですよ。8割何割って言ってたっけ、ちょっと前にね、任天堂の決算の話してましたけれども、まあ、ここであり方がすごい真逆なのが、まあ、ゲームハードのね、個性が出てるなっていう感じるところなんですけれどもね。まあ、何はともあれですね、まあ、この機を通してプレイステーションのゲームソフトの売り上げが合計60億本を突破したとのことだそうです。ゲームのダウンロード比率は 72% となっていたようです。まあ、という感じでした。話まとめますと、まあ、PS5 今めちゃめちゃ売れておりますけれども、まあ、バンジーの買収の影響などもあって営業利益に関しては目減りして見えていってると。バンジーを買収したことによって起きる相乗効果が現れたようなゲームソフトタイトルの発売っていうのがまだ来ないんですかっていうところが気になっているところと、ひっそりとファーストパーティータイトルの発売時期が延期されているっていうところで、もう3年目に差し掛かった PS5、まあ、大きな盛り上がりやっぱり欲しいよね、ファーストパーティータイトルたちでって考えたときに、PS5 さん大丈夫ですかと。
ちょっとピッチを上げていく必要性がね、あるんじゃないかな、なんていうふうに感じます。今年発売されるスパイダーマン2以降のスケジュールをぜひ、我々に共有してください。あ、いいんですよ、ソニーさん、ソニーさん、ソニー、こっそり俺にだけこう電話くれてもいいんだよ、電話。いついつ発売するよって、プルルルンって、こっそり、この手の電話の形って古いの？ねえ。